あれは最後か。なんだ、誰かと思えばモヒ貧乏にメガネ貧乏に小貧乏か。誰が小貧乏だ。ふざけたあだ名つけやがって。貧乏じゃねえし行こうぜ。おう、じゃあな金持ちくん。お前のあだ名もまあまあひどいがな。ちょっと待て貧乏人ども。お、振り向いたらダメだろ。今日から24時間最高限の力を頼らず自分一人で暮らす試練を受けているだと。ああ、そんで送り迎えの車が来なくて家の場所わかんねえから送るだって。はあ、心配して損した。さっさと案内して。おい、何タクシー乗ってんだ。あ、じゃあどうやって家に行くのだ。通り決まってんだ。わざと。いや、何そのびっくりか。こっちが驚くわ。はあ、粘土もそんなやつよくおぶるな。いや、よく考えりゃ俺っちこいつの子分だからよ。こ、ラーメン食えや。うめえぞ。濃厚な豚骨ベースのスープに絡まる中細麺、トロトロの半熟卵に口の中でとろけるチャーシュー、一杯が織りなす奇跡のハーモニー、国民全員から愛される日本のソウルフード。ほら、着いたぜ。なんだこの貧乏人の群れは。おい、入るんじゃないのか。お、だから列に並んでんじゃねえか。順番待ってんだよ。え、何それ。列に並ぶ。日本語片言か。順番を待つだと。この俺様が。決まってんだろ。この俺様が貧乏人どもより頭足なんて冗談じゃない。じゃあ30分待ってやる。その代わりお前ら何か芸をしろ。しねえよ。ラーメン4つを持ち。ほら、食ってみろよ。うめえから。確かに30分待ったんだ。一口くらい食ってやるか。だがどうせまずいに決まってる。だって780円だぞ。そんな安い食い物口に入れるのも不安だ。だがこれもゆくゆくはこの国の王になる俺様への試練。